戦略旅を愛する皆さん、こんにちは。おさチャンネル、本日はですね、蓋にねカチャカチャという突起があるお鍋なんですけども、蓋して揚げ物ができるのかちょっとやっていきたいと思います。今日作るお料理はね、たこ焼きの中に豆腐を入れてそれを揚げるみたいなお料理になっております。おさチャンネルではステンレス多層鍋で蓋して揚げることをねいつもやっておりますけども、結構ねそんなの危ないぞ、危険だぞっていうコメントもいただきます。なので食べ物の中で一番水分たっぷりの豆腐、これがね綺麗に揚がるかどうかもぜひねこの動画の見物になっておりますので、早速今から作っていきましょう。さあ、それじゃあ今日の材料なんですけどね、タコと豆腐とネギと紅生姜と、ほんとたこ焼きみたいなんですけども、ちょっと家に余ってた材料でね、ひじきとすりごま入れときます。ほんとねこの料理はね何混ぜてもらってもいいです。今日これネギだけ先切っときましょうかね。人参も細かく切っときます。タコもねちっちゃく切っときましょう。ちょっと足太いなこれ。細かく細かく。じゃあタコと人参とネギでね切りもんは終わりです。あとねお豆腐はね多少だけ水切りしときましょう。木綿豆腐で、紅生姜が大さじ2。このねイオンで買った紅生姜ね、着色料じゃなくてね梅酢でつけてやってね、かなり体にも良さそうですよ。ひじきはね戻さず硬いまま。そして卵、なんかちょっとこれだけでいい感じじゃないですか。そこに小麦粉とすりごまと、あと醤油が大さじ1です。味付けねこれだけ。じゃあねこれお鍋をね中火で温めてから、それからこれをねかき混ぜましょう。お豆腐がねぐちゃぐちゃになったらもう OK ですよ。よし OK。 さあ今日使ってるこのサラダマスターっていう鍋ね、コメント欄でも質問多かったんですけども、軽くて薄い分だけね温まるのがむっちゃ早いです。もう2分ぐらいでいいですよ。じゃあねお鍋からまあまあ1センチぐらい油入れましょう。そしたらね熱いお鍋に油がちょっとなのでもういけます。これポイントはね、スプーン2つでこうやってちょんちょんと丸めてポチョッと落とす。で入れたら触らない。ほらどうですか、豆腐揚げてるのに静かなもんでしょう。普通の鍋だったらね怖くてやばいですよ。じゃあ5個入れたら満員だったのでね蓋します。はい、じゃあねカチャ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 って言ってね蓋から蒸気上がってきました。これはね豆腐を揚げてるんだから中水分たっぷりでしょ。でもね音聞きますとね油の音は静か、だから蓋についた水滴が油の中に落ちるんじゃなくて蒸気となって外に出てくることによって水と油が喧嘩しないっていう構造になってます。なんかね体感としてはビタクラフトのねウルトラカッパーに近いです。じゃあちょっと開けてみましょうか。まっすぐ上げて横スライドで、この落とし揚げはちゃんと固まったなと思ったらひっくり返す、これがポイントです。だから結構ねしっかり色ついててもいいですよ。はい、で泡の状態見てください。このねブクブクブクってのはちょっと強いのでもう少しね火加減弱くします。はい、もう一回蓋しよう。このサラダマスターのお鍋ってね鍋の裏にね出っ張りがありませんので、鍋底がねそんなに分厚くありません。だから火加減の調整を鍋がダイレクトに感じるので、僕はねロイヤルクイーンも使ってるんですけども、鍋底の分厚いロイヤルクイーンのお鍋っていうのは、まあ大体の火にしとけば鍋の蓄熱力で割とうまいことやってくれてたのを、このサラダマスターはピチッとこう火加減を合わすっていう技術がいるかなっていうのはねちょっとそこ感じます。その分ね軽くて薄くてね使いやすいっていうのはあると思います。さあこれずっとカチャカチャ言うのかな、まあしょうがないね。ビギナーの人には分かりやすいですけども、慣れてくると嫌になっちゃうかもしれませんね。どうでしょうか、またね使ってる方いらっしゃいましたらこのカチャカチャの音に対しましてコメントをぜひいただけたらと思います。はい、じゃあこうやって鍋のね側面に沿わしていくと油切れが良くなりますんでね、油は熱い方へ熱い方へ行きますんで、こうやってちょっとね熱いとこにね取り出す前に当ててあげてください。はい、第1弾こんな感じです。めちゃくちゃ美味しそうに揚がりましたよ。じゃあどんどんいきましょう。
さ、それじゃあ3回目揚げ終わりです。うん、綺麗に揚がっとるね。油一切跳ねず。さあ、これで全部揚がりました。うーん、いいね、最高に美味しそうですね。ちょっと一個食べてみましょうか。うん、あ、うまっ。紅生姜のね、塩分がかなり効いておりますんで、お味バッチリですよ。調味料はね、醤油だけでいける。でこれね、今日タコにしましたけども、タコは結構ね、歯ごたえがあって主張してきますんで、万人受けするように柔らかくてね、しっかり噛まなくても食べられるのはタコの代わりにね、ツナをね、ギュッとね、水分絞ってね、使っていただくといいと思います。いやー、しかしね、美味しいものができました。でお鍋の方も最初1センチの油なんですけどもね、ほとんど減っておりませんし、油も綺麗な状態ですからね、油も跳ねなかったし、全く素晴らしいです。このサラダマスターもね、ビタクラフトもタッパーウェアとかもね、やっぱり各メーカーごとにそれぞれのね、火加減とか余熱時間ってありますんで、その辺は微妙にちょっと慣れていただきまして、それさえつかみましたらね、水分たっぷりのものでもちゃんと綺麗に揚げ物できますからね、やっぱりステンレスサソー鍋最高ですね。というわけでね、今日の料理もめちゃくちゃおすすめなので、ぜひやってみてください。揚げ物ね、豆腐が怖くなくなればあと全部大丈夫ですからね。